はい、良い子のみんな、お相撲は親御町のお兄さんヘビリンだよ、チェーキというわけでございまして、改めまして大人の皆様こんにちは、ヘビリンザマスマよ。さあ、ヘビ像のお待ち遠様、大相撲今日の親御町、この糖尿一歩やろうって、そういうこと言っちゃいけないザマスはね、というわけでございまして、今日も始まりました。今日もですね、令和4年大相撲名古屋場所の6日目が終わりました。さあ、今日の6日目の確認と、そして明日7日目の考察をさせていただきたいと思います。さあ、今日もですね、お客様のお耳とお目目を拝借いたします。それでは番組スタートです。よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンザーマスワよ。まあ、完全に戻り梅雨ということで、まあ雨がね、しとしと降っております。まあ、各地域でね、大雨になっているということでございますので、お気をつけ遊ばせというわけでございまして、冒頭にもお話しさせていただきました。今日はですね、名古屋場所の6日目が終わりました。確認をしておきましょう。今日はですね、おかげさまでヘビリン、言ったことが全部当たっちゃったということでございまして、まあ少し威張ってもいいのかしらというわけでございまして、確認をしておきましょう。はい、アビコ君とケタグリ君がやって、アビコ君が40万、はい、そして、SM 野郎に、ブルガリ2世で星の合わせで勝ちましたね。そして、原発野郎に馬ちゃんがやって60万円で買い取ってます。やっぱりイッチー君勝ちましたね。 JA 君やっぱり例の親御町発言ドーンと来て参っちゃってました。親御町できなかったのねというわけでございます。さあ、そしてテルリンとワッシーですね、やっぱり150万円で買い取って当たりましたねというわけでございました。さあ、じゃあ明日のちょっと見てみましょうね。ドーンというわけでございます。さあ、その前にですね、明日ですね、明日の7日目の幕の内の取り組み21番をちょっと発表しておきましょう。豊山に錦富士、輝きに王鵬、千代丸に剣翔、ピン山本に坂本くん、咲ちゃんに宝富士、ゲイちゃんに緑富士、琴勝峰に千代翔馬、千代大龍に明生、照強に琴恵光、沖ちゃんに錦木。ここが前半です。後半に入ります。葵山に島の海、土地の神に佐田の海、遠藤に北斗富士、若元春に飛猿、琴ノ若に玉鷲、霧馬山に大栄翔、若隆景に隆の勝、逸ノ城に正代、甥っ子ちゃんに御嶽海、佐藤君に阿炎、そして結びがですね、テルリンに裏ビデオ君ということで21番になっています。さあ、今日ですね、まず、今日の結果のですね、成績相対表を見ておきましょう。今日はですね、6日目が終わりましたので、6勝0敗から0勝6敗までの力士が出てきているはずです。よろしいですか。それでですね、まず上から言っていきますね。6勝0敗の力士が1人、5勝1敗が1人、4勝2敗が10人、3勝3敗が15人、2勝4敗が11人、1勝5敗が4人、そして0勝6敗が0というふうになっております。21番ありましたので、かける2ということで42人行われて、このような結果が出ております。さあ、前回もお話をさせていただきましたが、どのような結果になっているでしょうねというふうになっております。一般的に、成績評価というのは2つあります。例えば、学校で出ますね、小中高で出ますね、5段階評価で3を中心にして、例えば10人いたとして、3を4人、4と2を2人ずつ、そして5と1を1人にする、そしてこのウェービングにかけるというのが、これが相対評価といいます。そして大学等で行われるアルファベット評価ですね、 SABC とかいろいろありますけどもね、ああいうもう確実に5、10人いるうちに5が10人になっちゃった、あと全部0だとか、そういうのを絶対評価と言います。さあ、今日ですね、ここで今お話をさせていただいた数を、軽くちょっとフリーハンドで書いてみますと、このような表になりました。6勝0敗、5勝1敗が1人ずつ、そして、
下位の方に見ると0勝6敗は0ということで、4勝2敗、ね、そして2勝4敗と、ここが10、11と、そして3勝3敗の五分のものが15人いるということになっています。緩やかなウェービング、カービングしてますね。ということは、この表と確認してみてください。相対評価に近い図ができました。前回と同じです。前回はもうちょっと緩やかな相対評価の表ができました。ということはですね、何度も申し上げますが、お相撲の協会では2011年に親王朝がバレました。その時にですね、はい、親王朝ではない、親王朝はありません、バレちゃったけど親王朝ではありませんと言ったわけですから、いいですか、絶対評価になるわけです。強いものは強い、弱いものは弱いって言ってるわけですから。ところが、蓋を開けて、まあ6日目までを見てみますと、非常にこの相対評価に近いウェーブライン、成績評価評定線曲線ができています。ということは、特にこの3勝3敗、ね、この1番5分、この3勝3敗というのがこのままスライドしていきますと、6勝6敗7勝7敗となっていくわけですからね、こういうふうになっていう形になっていくと、一番あの番付を上下の上昇効果が最小限にとどめられるということは、彼らの幕の内での番付を維持できる可能性が高くなるということです。よろしいですか？ということは、いいですか？42人中、いいですね、15人いるということはですよ、割合にしますと、いいですか？35% いるわけですね。前回はセンターにいたのが約 47.5% ですが、少し緩やかになりました。 37% ですからね。それでもまだウェービングをかけると、このように相対曲線の波ができるということで、答えが一つ言えることは、審判が忖度をしている、そして極力番付を落としづらい、この4勝2敗が10人、2勝4敗が11人、ここのこの一番多いボリュームゾーンというところですね。このボリュームゾーンというところに多くの力士が集まっているということは、いかがでしょうか。番付の、何度も話しますね、番付の、上昇下降を最小限にとどめられる可能性が高い彼らというふうに見てよろしいんじゃないでしょうかね。数字は嘘をつきません。このようにお客様も表を作ってみる、この成績相対評価曲線、こういうものを作ってみてですね、お客様の中でもですね、あ、今のところの幕内の力士たちはこのような成績評定で動いているんだなと、本来ならばもう少しウェービングが、言い方が悪いですけども、アップダウンが激しくなるはずなんです。絶対評価っていうのは、強いものは強い、弱いものは弱いっていうふうに彼らは言ったわけですから。でもそうじゃなくて、彼らは一定の与えられる金額、お金ですね、それを下のものは少なく上のものは大きく、そしてでもその上のものは下のものに染み渡らせる方法をもってすると、相対評価をするしかないんですね。なぜかというと、上のものだけ全部取っちゃったら下の人たち食べていけなくなりますね。いくら幕の内と言ってもゼロになる可能性もある。でもそれだとお相撲さんたち生活ができなくなります。何のための関取だってなるわけでございますね。ですからこのような相対評価をやっているということは、審判の親王朝、それと、これの曲線を見るということで考察ができるとは、相撲協会ぐるみの親王朝なんですね、ということに確認が取れると私は考えます。いかがでございましょうか。さあ、それではですね、明日、7日目ですね、こちらに書いてありますね、ピックアップしておきました。ちょっと話がね、あれでございますけども、はい、葵山くんと島の海くん、島の海くんは5つ名石を買うためにセールをやっております。
親御長というわけでございます。栃ノ心くんと佐田の海くん、打ち返しで栃ノ心くんですね。若元春くんに飛猿くん、飛猿くんがやたらに欲しがります。久しぶりに、大勝ちしたい感じですね。おいっこちゃんと JA ちゃん完全にイップスになりました、というのはやっぱりあの親御長やじがですねガーンと来ちゃってるわけですね、そして、テルヤンとウラくんね、もう間違いなく150万円でぴったりぴったりというわけでございます。さあそして重量がですね、東龍君と大翔鵬君というこの札付きの不良、ね、札付きの親御長力士たちも見せているというわけでございます。さあいかがでございましたでしょうか。まあこのね相対評価とこの絶対評価曲線、そしてこの今日作らせていただいたこの成績評価評定の曲線についてですね、何かご質問がある方がいらっしゃれば、コメントにてどうぞ。まあ一番いいのはね、例えば10日目11日目以降で7勝の力士が勝ち越す確率っていうのを私毎場所やってお見せしてますね、お客様にもご賛同いただいてることと思いますけども、あれもクイック親御長識別法なんです。ただ、7勝になる前まで、例えば今日ですよね、そういうふうにまだ7勝になる前、要するに先行利権を得る前の時期にお相撲さんたちがどういう親御長をしているのかという確認をするときには、お相撲というのは、本場所は彼らが俗に言う試験の場です。試験の場ということは成績が出るわけですね。で、成績が出るということは成績評定評価をしなくてはいけないわけです。そうすると相対か絶対かっていう形で評価曲線を書けばおのずと見えてくるんです。この団体は本当に相対評価をしているのか絶対評価をしているのかということです。いいですか。彼らは親御長はしていない、絶対評価だと言ったんです。ところが答えを出してみますと、きちんと相対評価に近い曲線を描くということはどういうことですか。ある一定の力士たちが一定の時期によって評価を得てお給料が上がる、それがいろいろ繰り返し行われているということが見えてきます。そしてこの成績の相対評価評定、相対評価評定、またはですね絶対評価評定という形になればですよ、もう力士同士のやり取りではないということです。それを決めているのは、割を決めているのは審判、そしてこの相撲の興行を行うと決めているのは審判ではないですね、相撲協会自身ですね、相撲協会自身の理事たちですね。まあ今回の場合は名古屋場所ですから、メインを主催はですね、名古屋にある中日新聞というところがやっているわけですけれども、まあでも主催は中日新聞であったって台本を書くのは相撲協会ちゃんなわけですから、相撲協会ちゃんの方が興行会議の中で、場所の前の興行会議の中で一定数の数を勝ち越させる、一定数のものを負け越させる、そしてその日々によってのスライドパターンというのを、スタイル、そしてスタンスとして決めているということですね。ドラフティングしながらですよ、ね、よろしいですかというわけでございまして、まあこれちょっとね、わからない。ヘビリングなんかわけのわかんないこと言って、このバカわからないっていうんであれば、ちょっとねおコメントにご質問等いただければ僕の答えられる範囲で答えます。まあ成績評定っていうのはこういうことですね。よろしいですか。はい、それではですね、もうお時間がやってまいりましたので、はい、ちょっとお客様にご挨拶しておきましょう。姉ちゃん見てるか。はい、そしてですね、川原さんおコメントありがとうございます。そうですね、おっしゃる通りでございます。まあ、とにかくですね、そちらはお天気いかがですか。東京の方はですね、もうずっと午前中からずっと雨でございます。もうザー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 降ってましてね、まあ、こちらはね、都市部ですから、河川とかそういうものが近くにありませんのでね、まあ、大丈夫なんですけど、まあ、ただどうなんでしょうね、道路が冠水したりとかなんとかっていうのはちょっと大変ですからね、帰りどうしようかなと思ったりしますけどもね。どうぞ川原さんもお気をつけ遊ばせください。またあとですね、湿気出ますからね、戻り梅雨ですから、涼しくされますように、水分補給もしっかりとね、よろしいですか。とにかくですね、今場所こういうふうにスライドしています。もう少しね、ちょっと深く日にちが経ってこれば追求していこうと思います。あ、そしてですね、その次ですね、
はい、瀬戸内さん、おコメントありがとうございます。こんにちは。ソフホーズ、コルホーズということでね、旧ソビエトのですね、国営農業と民間農業という部分をですね、ちょっとネタに取らさせていただきました。イッチー君とですね、テルリンのですね、なんとなくそういう雰囲気と匂いをさせるなということでございます。はい、そしてですね、その次ですね、愛国さん、おコメントありがとうございます。本当に愛国さんね、お相撲に造詣がお深くいらっしゃいますね、先生。本当にもうびっくりでございます。本当に参りました。またぜひですね、いろいろとご指導、ご指摘、ご教示いただけたら幸甚です。はい、松千山様、どうもコメントありがとうございます。いよいよ場所始まってるざますからね、何ざますの、この人たち相変わらずざますわよっていうところをですね、本当に御嶽ちゃんがね、あれざますわね、ガタガタしてるざます。それでですね、一つ、なんかね、揉めてるらしいんざますよ。なんかね、JA ちゃんがね、なんか横審に批判したっていうんですね。で、よ、あの先場所の5月場所に、横綱審議を終了後に横綱審議委員会が開催されて、で、横綱審議委員会の中で、テルピーの優勝は良かったねと、その代わり、なんか大関のね、2人負け越して角番になった不甲斐ないと言いましたらですね、なんと御嶽ちゃんがですね、横審っていうのは、横綱審議してるんだろうって、俺は大関なんだから大関の批判なんかしなくていいって、こういうことを言って、なんだか今随分揉めてるらしいですよ。なんかとんでもないこと言い出したの、この人って。今までね、言った人いないらしいんですよね、力士の中、関取衆の中で横審批判した人って。だからね、なんかちょっと協会のびっくりしたみたいですね。はい、それとですね、はい、炎のハンマーパンチさん、おコメントありがとうございます。いよいよ場所が始まりました。ぜひですね、今場所もコメントお付き合いいただけたら幸甚です。さあ、ちょっとですね、今日はお時間がありません。他にもたくさんおコメントありがとうございました。ちょっとね、お名前を割愛させていただきますことをどうぞお許しください。ご容赦ください。それでは今日はこの辺にしておきましょう。はい、エンディングでございます。一人お忘れしました。西村さん、おコメントありがとうございます。オープニング良かったですかね。ぜひご愛顧いただけたらと思います。今場所もね、始まりましたんで、どうぞお付き合いください。ご教示、いただけたら幸甚です。勉強させていただけたらと思います。さあ、それではエンディングです。花田勝氏が、見てください、この成績評価曲線ね、やっぱり相対評価してたんだなっていうわけでございまして、結局はね、彼ら親王朝気質から抜けられないんざますわよというわけでございます。ね、成績をある程度一定の数字に保たすためには下駄を履かせるという、あれざますわよ。彼らにしてみたら、下駄を履かせるってどういうことっていうと、親王朝させるってことざますわよ。自分の部屋、伊勢ヶ浜ちゃん聞いてる？あなたの部屋よ。あなたの部屋。佐渡ヶ嶽ちゃん聞いてる？あなたの部屋よ。あなたたち二人のお部屋のこと、ヘビリン話してるのよ。これ、遠回しに言ってるけど、わかる？あなた。あなたたち頭悪いからわからないでしょ、こういうこと言ってもね。ね、ヘビリンはね、あなたたちよりほんのちょっぴり頭いいからこういうお話してるんざますわよ。ね。さあ、それではですね、いよいよ、これから中盤戦に入っていきます。またはですね、お天気の方ですね、戻り梅雨で非常に湿気が多くて雨がザーザー降っております。体調管理、くれぐれもお気をつけください。それではまた、明日ですね、私が殺されなければお会いいたしましょう。それでは皆様、またごきげんよう。さようなら。